よく来たな。出たわね、悪ガキ王子。同じ手には。いて、何するのよ。まだまだだな。この奥で仲間のお化けを預かっているぞ。返してもらうわよ。いいだろう。今回も我が四天王が相手になるぞ。天かける森の主の舞、存分に楽しむがいい。
砕いて回収。あなたが相手ね。クパークポコカカクポヤカ。え、何？クパークポコカク。何言ってるかわかんないってば。クマ。岩尾、通訳してよ。え、わしでかんすか。や、やってみるでかんす。クパークポコカポカク。I have a pen. シェイシェイ。絶対違うでしょ。グビャグビャ。アイサラームハラペーニョタコス。結局何なのよ。クバカココカココ。クバカココクバカ。クバカコ。ファントム王国を復活？王子はそれが目的なの？上等ね。超ダサい。っていうか男のくせしてありえない。ふふん、私だったらあんなヘマはしないわ。どうだか、せいぜい無様な負け方してあの子を調子づかせないでね。あら、次が私ってことはあんたの出番はないわよ。王子にいいところを見せるチャンスを独り占めね。私だって見てるっつーの。それにしても王子が生きててくれてよかったわ。まあね、王子の言う通りみんなで逃げて正解だったわ。まさかファントム王国が一瞬でやられちゃうなんてね。あの時は超ヤバかったよね。グレートファングがここへ通じてたからよかったけど。でも何十年もあの大穴の中をさまよったわ。
途中で王子とはぐれるし、どうなるかと思った。でも再会できてよかったわ。新しい王国のために頑張らなくちゃね。あんたに言われるまでもないっつーの。モスビーがやられたようだな。二人とも頼むぞ。あとはお前たちだけが頼りだ。王子のためだったら私何でもしちゃうわ。ちょっと汚い顔を王子に近づけるの。それでは俺様は先に失礼するぞ。助かったでガンス。どうやらファントムは自分たちの王国を作るのが目的のようでガンスな。そうみたいね。でもそんなことさせないわ。頼もしいでガンス。ところで狭い檻に入れられたせいで肩が凝ったでガンス。ホームの修復でも手伝って体をほぐすでガンス。このドリルでほぐしてあげようか。それは勘弁してほしいでガンス。削れてる削れてる。